カゲロウデイズ公式アンソロジーコミックスプリング。今回は団員が増えて4人でやってみます。あフリこする内容はこちらです。男女逆転、ワニャンプーさんの作品です。4月4日は、おかもの日、なんつって、ふふ。お前はまたくだらないことに能力を使って、いまじんか。 ええー、いいじゃない。たまにはこうして能力使わないとなまっちゃうよ。暇人だよ。とにかく早く戻れ。あいつに見られたらめんどくさい。あいつキサラギだよ。あいつこういうの面白がって乗ってくるだろ。みんなでやりましょうとかな。ああ、それなら問題ないよ。もうやる気満々だから。俺が背後を取られるだと、目隠し。そもそもこれ、キサラギちゃんに頼まれてやったんだしね。似合う <laughs> というわけで、男装女装パーティーですよ。いつ、男女逆転嫌だ。あのな、キセラギ、そもそもオカマというのはな、女装する男性のことであって、男装する女性のことでは、若いことはいいんです、楽しければ。もはや関係ないな。それに、男装女装するにしても、そんな道具ここには一切ないぞ。彼女のよ,ような能力もないしな。そこは任せてください。衣装なら心配いりません。そうだ、こいつ、アイドルだった。 まあまあ、いいじゃない。楽しもうよ。お前、シャトの女装想像をしてみろ。おお、いいんじゃない。マ <laughs> リーが泣き叫ぶぞ。トラウマだろ。うーん、昔なら似合っただろうに。トキとは残酷だな。何考えてんすか<あ><あ>能力発動中。大丈夫っす。よ、俺はしないっすよ。そうか。よかった。なんかすまん。何これ、スプレー あ、それ、スプレーワックスっすよ。それで、マリーの髪をもまとめてみたんすけど、どうすかんまに、いや、どうしようもないだろ、これ。これあれ、質量どうなってんのさ。男性用に髪をまとめた。<laughs> <laughs> いや、もう、狂気でしょ。おい、事故ってるぞ。思いよ、ブック。 俺のせいで悪いのだ。すまん、ついていけん。だおーなかなか様になってるじゃないか。似合うな。普通に可愛い,いね。ずいぶんあっさりしてるな。もっと照れるかと思ったが。これが初めてでないから。 一度味わえばこんな苦痛大したことない。あれ,あれなんかすごい罪悪感。はい。じゃあ次はケダの番ね。どうぞ、これ。はこれスカートだろ俺は女だぞ。だって、普段からズボン入ってるから、ちょっとつまらないじゃないだったらこの際、スカート履いて、女の子らしいところ見せたら、み見、見たいなって。 キドは女の子さんだからいいよね。むしろ他の子たちよりもハードル下がってるよね。それもやっぱり恥ずかしいかな昔はあんなに似合ってたのに。今さら恥ずかしいにーにいいだろう。ズーン。スカートに合われお待たせしましたどうですなんかホストって感じしません意外と似合ってません 父を覚醒こんにちくしょうダンスーでしょーもしもーしご主人生きてますかーはい。<laughs> ちょっとふざけたところもあったですけど。<laughs> まあ、そういうとこどんまいです。これからもよろしくお願いしまーす。入りませんそうだ、こいつ、アイドルだった。まあまあ、いいじゃない。楽しもうよ。お前、下との、ね、女装想像をしてみろ。おお、いいんじゃない <laughs> マリーが泣き叫ぶぞトラウマだろうーん昔なら似合っただろうに時とは残酷だな何考えてんすかあ,あ能力発動中大丈夫っすよ俺はしないっすよそうかよかったなんかすまん何これスプレーあそれスプレーワックスっすよそれでマリーの髪をまとめてみたんすけどどうっすかおンマリーいや似合うな 普通にかわいいね。ずいぶんあっさりしてるな。もっと照れるかと思ったが。これが初めてでないから。一度味わえばこんな苦痛大したことない。<laughs> あれなんかすごい罪悪感。メカちはい。じゃあ次はケダの番ね。どうぞこれ。はこれスカートだろ俺は女だぞ。だって普段からズボン入ってるからちょっとつまらないじゃない だったらこの際、スカート履いて、女の子らしいところ見せたら、見、見、見たいなって。けどは女の子さんだからいいよ。カゲロうデイズ公式アンソロジーコミック、スプリング。今回は、団員が増えて4人でやってみます。あふれこする内容はこちらです。男女逆転、ワンニャンプーさんの作品です。4月4日は、おかの日、なんつ、 <laughs> お前はまたくだらないことに能力を使って暇人かええー、い,いじゃないたまにはこうして能力使わないとまっちゃうよ暇人だよとにかく早く戻れあいつに見られたらめんどくさいあいつキサラギだよあいつこういうの面白がって乗ってくるどうしようもないだろこれ,ろこれあれ質量どうなってんのさ男性用に 髪をまとめた。<laughs> いや、もう狂気でしょ。おい、事故ってるぞ。思いやぶっ、く、だ、俺のせいで悪い <laughs> <laughs> すまん、ついていけん。おー,おー なかなか様になってるじゃないか。だろみんなでやりましょうとかな。ああ、それなら問題ないよ。もうやる気満々だから。俺が背後を取られるだと、目隠し。そもそもこれ、キサラギちゃんに頼まれてやったんだしね。似合うというわけで、男装女装パーティーですよ。男女逆転。嫌だ。あのな、キサラギ、そもそもオカマというのはな、 女装する男性のことであって、男装する女性のことでは、若いことはいいんです。楽しければ。もはや関係ないな。それに男装女装するにしても、そんな道具ここには一切ないぞ。彼女のよう,ような能力もないしな。そこは任せてください。以上なら心配。